ゲラルトはホワイトウォーチャードに向かった。ユニファーのすぐそばまで迫りながらも結局彼女を見つけることはできなかった。ロード中旅団ではお前みたいなやつがいた。非人間族だ。なんかなんだ。あ、メインクエスト。あ、このクエスト消化するか。どこだ。夜になってきたな。21時。
Dodo. Luigi,走れ! グズグズ泣くな、フッサ。安全になったらバスチアンを探す。よく犬と話をするのか。弟の犬だ、バスチアンの。だが、もう俺のものらしい。バスチアンは村の外れて黒の軍団と戦ったんだが、それ以来音沙汰がない。言ったんだ、俺のように指を数本落とせば徴兵されないと。だが弟は怖がりすぎて、チキショウ。 戦場を探してみたらどうだ。そうしたさ。大量の死体を屍ぐらいがむさぼってた。火を恐れると聞いたから松明を持って追い散らそうとした。ひどい事態になったよ。このフッサが居なけりゃ生きたまま食われてた。その件は飾りじゃないんだろ。グールを追い払ってほしい。バスチアンの捜索を手伝ってくれたら礼はする。 よし、手伝おう。手伝おう。ただし、戦いから数日経っている。弟さんが生きて見つかる可能性は低い。極めて低い。そうだろうな。だが、せめて死体を見つけたい。バスチアンがあそこで黒の軍団と一緒に腐らないようにな。戦場を見渡す丘の上で会おう。そこから出発だ。
まだ戦争は始まったばかりだというのに。来てくれたか。このどこかにバスチアンの遺体があるはずだ。無数の遺体と一緒にな。一体ずつ確かめたいが時間がかかるぞ。大丈夫だ。ホワイトオーチャードの新兵は戦場で分かるよう縦に小さな花を描いた。ほんの数人だから花を探せばバスチアンも見つかる。悪く思わないでほしいが、大抵の兵士は盾を落としている。負け戦ならなおさらだ。盾を見つけたらフッサーが匂いを覚えてバスチアンへ導いてくれる。行こう、早く探そう。バスチアンの匂いは。まだダメか。無駄話してる時じゃない。やらないといけないことがあるだろう。比較。
視してる時じゃない。やらないといけないことがあるだろう。いや違うって言った。無駄話してる時じゃない。やらないといけないことがあるだろう。ないの中だ。これだ。あれか。違う。近所の若いのだ。頑張れフサー。バスチアの匂いは。まだダメか。皮膚が焼け落ちてる。判別は難しいだろうな。弟さんか。バスチアンは大柄で肩幅が広かった。こいつは小柄に見える。燃えたせいかもな。無駄話してる時じゃない。無駄話してないことがあるだろう。セーブした。見つけたぞ。フッサが匂いを嗅ぎつけた。無駄話してる時じゃない。やらないといけないことがある。だがそれだけじゃない。副長は命令で排便しろと言ったんだ。石の玉がそこら中に落ちてくるのに、奴が言えたのは、満腹の兵士は戦場に入ってはならん、すぐにクソしろ、命令だだけだ。信じられるか、のほなしめ。やめろよ、死にそうだ。あばらが笑うと痛む。止血帯が必要だな。だがその前にどういうことか説明してくれ。バスチアン、お前このニルフガード人に捕まったのか。違う。彼は命の恩人だ。俺は脇を怪我して頭を殴られ視力を失った。この老人が戦場を這いずり回ってる時に俺を見つけたんだ。彼は足をやられてた。そこで目と足の不自由な者同士力を合わせここまでやってきたのさ。家へ連れて帰る。手当てしなくちゃ。老人を置いてはいかない。一人では死んでしまう。それに彼は帰れない。脱走兵だ。絞首刑になる。でも一緒にいたら全員絞首刑だ。リーシェまで。こいつは連れていけない。これは難しいな。
お兄さんの言う通りだ。ニルフガード軍は非常だ。彼らは法を遵守する。脱走兵の隠匿や補助した者には極めて冷酷な方法。老人、食料を持ってくるよ。薬草家も連れてくる。大丈夫。一、二週間もすれば。行け。ありがとう、ウィッチャー。お礼だ。神のご加護。残りあと3分です。